ントも持ってきたぜ。二人ともありがとう。音楽に合わせてプレゼントを回して、音楽が止まった時に手に持ってるプレゼントをもらえるんだよ。ゲームみたいで面白そうだぜ。じゃあみんな準備はいい？オッケー。グッドボタンを押してみんなも一緒に楽しんでね。それじゃあミュージックスタート。インスタグラムフォローしてね。僕たちの4コマ漫画が読めるよ。ミュージックスタート。これはオイラからのプレゼントだぜ。ギルマンマン、ありがとう。早く開けてみてほしいんだぜ。何かな、何かな。わー、ミニオン。ポカポンゲームだぜ。このゲーム、面白いね。どうやって遊ぶの？タークと対決するから、見ててほしいぜ。わかった。この赤いボタンを押しまくるんだぜ。負けないわよ。ミニオンの頭が飛んだ方が負けだぜ。僕もやるやる。ガンガン対決しよう。望むところだ。それじゃあ用意スタート。えい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 。おりゃ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 。わー、やった、僕の口。クモリン強いね。オイラはタコに負けたぜ。いつまで落ち込んでるのよ。プレゼントを開けよう。そうするぜ。何が入ってるかワクワクだぜ。ん？これは…あ、これは僕からのプレゼント。鬼滅の刃のコスプレセットだよ。かっこいいぜ。ワンジローとネズミの服だね。早速着替えてみるぜ。ハーコにはこっちをあげるぜ。ありがとう。水の呼吸一の型水面斬りだぜ。水面マンかっこいい。タコはどうかな。かわいい。二人とも似合ってる似合ってる。嬉しいね。くもりん、かっこいいプレゼントありがとうだぜ。どういたしまして。じゃあ次はカーコね。それは僕からのプレゼントだ。ドキドキするね。これは何だろう。ソフトクリームの絵だぜ。違うわよ、クマじゃない。ここを引っ張ってみて。何かしら。色が出てきたぜ。あ、サンタクロース。色が浮き出る仕掛けだよ。サーさんが作ってくれたの。そうだよ。メリークリスマス、これからも仲良くしてねって書いてあるぜ。わあ、嬉しいね。こちらこそ仲良くしてね。僕も僕も。オイラとも仲良くしてほしいぜ。うん、もちろん。素敵なプレゼントありがとう。どういたしまして。じゃあ次は僕だね。それはタークからのプレゼントだよ。なんか、たくさん入ってるような。キャー、マキマキだー。ゲテモノセットだよ。タコ、これはやりすぎだぜ。びっくりした。見て見て、この雲、とってもかっこいいでしょ。タコだけだぜ。あれ？でも面白いプレゼントありがとう。どういたしまして。そうだ、これオイラとタコから二人にプレゼントだぜ。そうそう、受け取って。僕たちに。なんだろう。スイッチだ。中にオイラたちおすすめのゲームが入ってるぜ。ちょっとだけ紹介するね。一緒に遊ぼう、コーペンちゃんだぜ。わあ、素敵なカフェ。あ、コーペンちゃん、かわいいね。花丸スタンプももらえるんだね。いろんな部屋に行けて楽しいぜ。ミニゲームでも遊べるみたいだぜ。みんなで遊ぶこともできて楽しいね。
オイラたちのチャンネルネオスキッズ TV で他にもいろいろなゲームを紹介してるから遊びに来てくれたら嬉しいぜ。待ってるよ。よし、みんなでゲームして遊ぶぞ。そうだ、プレゼント交換楽しい。クモリン、たった今お外でたくさん遊んだけどまだ遊び足りないな。
ね。うちの庭から埋蔵金が発掘されたのよ。埋蔵金ってことはお宝がたくさん。うっそー。さあこの鍵で開けるわよ。ドキドキ、ワクワク。あ、鍵が逃げた。追いかけよう。かかってるのよ。二人とも探してきて。でもどうやって？よし、クモリン、行くよ。え、どういうこと？おりゃー！わあ！サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てねー。わあ！とう！ここは下水道？この懐中電灯をつけてみて。パチンかな。わあ、見える。よし、これで探そう。おお、道が分かれてるよ。どっちが正解だろう。とりあえず上に行こう。ああ、クモリン、ちゃんと考えてよ。いやあ、ネズミ。ほら、やっぱり下の道へ行こう。あれ、また道が分かれてる。今度こそ上だ。あー、クモリン。いやー、クモー。さっきと同じパターンじゃん。下の道を行ってみよう。もう怖いのいませんように。あれ、クモリン見て。土管だ。どこかに繋がってるのかも。土管だけにドッカーンって爆発したりして。よし、入ってみよう。ここはキッチンだ。あの土管、電子レンジにつながってたの。ちっちゃくなってみるキッチン、楽しいね。フライパンがこんなに大きいよ。スプーンもこんなに大きい。ほんとだ。あ、見て見て、おやつが置いてある。おいしいぞ。誰のかわからないから勝手に食べちゃダメだよ。はい。さて、もう少し探検を続けようか。おー、ありゃ、おっとっとっとっ、うわー、クモリン、僕も行くよ。それー、あれ、また下水道だ。クモリン、大丈夫？身が回ったよ。早く鍵を見つけてお家に帰ろう。今度こそ上の道から行くよ。もう、しょうがないな。これは鍵じゃなくて滝だ。何それ。下の道はどうだろう。あ、これは鍵じゃなくて釘だ。よっしゃー。一体どこにあるんだろう。あ、サンサン、あれ見て。ん、もうクモリン、あれは鍵じゃなくって。わあ、鍵だ。やった。よし、これでお家に帰れる。あ、なにこの音。わあ、なんか水が来たよ。下水だから水が流れてくるんだ。わあ、わあ、ここは海。クモリン、鍵は。あれ、あんなところに。でっさめだ。逃げろ。僕の雑巾、埋蔵金、埋蔵金、あ、
隣さんの赤ちゃんを預かったのよ。そうだったんだ。私はお使いに行ってくるから、赤ちゃんのお世話よろしくね。僕たちだけでできるかな。大丈夫だよ。僕たちと一緒に遊ぼうね。ほら、ガラガラだよ。よかった、喜んでるね。赤ちゃんのお世話なんて楽勝だもんね。うわぁ、そんなことするわけないでしょ。おとなしく座ってるじゃない。え、なんで。さっきまで暴れてたじゃん。もうそんな嘘つかないの、早く片付けなさい。なんで僕たちが怒られるの。くまりん、赤ちゃんにミルクをあげてくれる。え、僕可愛いな。あ、なんだ、おとなしいね。お腹が空いていたのね。ほら、お醤油買い忘れちゃったわ。すぐ戻るから、またお留守番よろしくね。すぐも行かないで。また僕たちだけになっちゃった。わぁ、ミルクもう飲み終わってる。わぁ、外はダメだよ。追いかけなきゃ。どこ行ったんだろう。あ、サンさん、上。上？なんで屋根の上に。どうやって登った。いただきます。あー、あー。